こまでだ。観念しろ。ぶっ殺してやる。終わりだ。おい、なんじゃ。たった今、広域指定暴力団東城会三代目会長世良勝氏の葬儀会場から届いた映像です。詳しい情報はまだ入っていませんが、一人の男性が突然暴れ出したとのことで現場は大混乱になりました。男性の身元はまだ分かっていません。続報が入り次第お伝えします。出所2日にしちゃ派手にやってんな。あんた、寂しいこと言うじゃねえか、キリュウ。伊達さん。風間が？ああ、無事かどうかも今は。だが風間の言ってたその100億という意味、奴は何をお前に伝えようとしていた？わからない。そうか。伊達さん、なんで俺を助けるような真似？四か？あんた丸坊に？10年前の堂島殺し、俺は上の意向を無視して突っ走って、結果一家下ろされて今はつまらねえヤクザの相手してる。お前と同じ、今じゃ組織の鼻つまみだ。女房と娘も愛想つかして出て行っちまった。お前に関わったおかげで人生が狂ったんだ。桐生、俺は今三代目の世良の殺しを追ってる。手貸せ。あんたには助けてもらった借りがある。だが今の俺には、東条会の100億が消え、三代目会長が殺された。そしてさっきの騒ぎの中心はお前。事件は動き出したんだ。桐生一馬の出所を待っていたようにな。持ってろ。今じゃガキでも持ってるんだぜ。俺は100億を探ってみる。お前はその由美って女か。その2つの山は必ずどこかでつながってる。お互いに協力した方がいいんじゃねえか。そうだな、分かった。お前何か手がかりはあんのか？いや、とりあえず昔の馴染みに会ってみる。セレナって店だ。そうか。マスター、話は済んだ。もう店開けて構わないぜ。はい。セレナか。確か天下一通りだったよな。何かあったらその携帯に連絡する。頼んだぞ。あまり無茶すんなよ。
おお。そこの桐生ちゃん、止まりなさい。お？何？ああ。はよ、出さんかい。待てよ、聞こえてんの？
ます。ちょっとお前。おい。ちょっと下がら、てめえ俺にガンつけた。やんのか。ちょっと寄ってきませんか。うちで歩いてるんですね。運命はどうですか。
eyes shut. 久しぶりだな、レイナ。ギリュウちゃん。そうだったの、風間さんが。でも、キリュウちゃん突然来るんだもん。驚いちゃった。悪いことをしたな。今に始まったことじゃないけどね。レイナ、おやすさんは俺に言った。ユミを頼むってな。うん。あいつのことを何か知らないか。あの時、病院から失踪したって聞いてからは何も。でもね、キリュウちゃん。5年前ここに水木って女の人が訪ねてきたの。彼女、沢村由美の妹ですって言ったわ。由美に妹が？うん。でも妹がいたことは由美ちゃんも知らなかったはずよ。由美ちゃんだけ生まれてすぐ生き別れになったんですって。そうだったのか。で今、その水木は？それが詳しくはわからないの。水木ちゃんちょくちょくここに顔出してくれてね。そのうち由美ちゃんがいたこの店で働きたいって。4年くらいいたんだけど、去年急に自分のお店を持つことになったの。お店の名前はアレス。場所は？オープンしたら知らせてくれるってことになってたんだけど、まだ連絡ないのよ。こっちから聞こうにも連絡先変わっちゃってるみたいで。そうか。彼女、ユミちゃんによく似てた。会えばすぐにわかると思う。ここに入れ墨入れてたわ、花模様の。ユミの妹らしくない。そうね。邪魔したな。またいつでも来てね。私にできることなら何でも協力するから。ああ。錦山君のこと聞かないんだ。それとも、もう誰かから？ああ。そう。自分の目で確かめるさ。人が何て言おうがな。うん。ねえ、キリュウちゃん。ミレニアムタワーって知ってる？5年前建てられた。そのタワーの裏に小さなバーがあるの。マスターは飲食店の元締めみたいな人よ。新しい店ができたらマスターに必ず連絡が行くわ。アレスの場所もきっとね。そのバーの名前は？バッカス。
チンコの大巻き氏。ちょっと下がろう。とりあえず財布出せよ。
私が来たら、みんな、みんな、もう。何しにここに？お母さん探して、私、いろんなとこで聞いて。お前、名前は？とにかくここを出るぞ。さっきのお店のこと誰かに教えた方がいいんじゃない？あれだけのことがあったんだ、とっくに誰かが通報しているだろう。そっか。それにしても公衆電話が減ったような気がするな。昔はそこら中にあったはずだ。だってみんな携帯持ってるじゃない。充電切れちゃった時くらいしか使わないよ。ああそうなのか。え、おじさん、ひょっとして携帯持ってないの？バカ言うな。持ってるに決まっているだろう。だよね、安心した。やめて、やめてよ。あれ？は？だが、よっちゃん、おい、大丈夫かよ？なに？あんた。俺は今日大変な一日だな。すこぶる機嫌が悪いんだ。運が悪かったんだよ、お前らは。そう？運が悪いのはおっさんの方だよ。なんだよ、あのおっさん。そろそろ行くぞ。でも、この子お腹空かせてるみたいなの。こんなに痩せちゃってるし。お前、母親はどこにいるんだ？え？探してるんだろ？わからない。今日ずっと探してたんだけど。家は？お前、家がないのか？孤児院、黙って出てきた。お前、
孤児院にいたのか。じゃあお前。お前じゃない。ん？私は遥か。お前じゃない。おじさんは？ああ桐生、桐生一馬だ。ねえお願い、この子に何か食べさせてあげて。このままじゃ死んじゃうかも。かわいそうかもしれないけど、今助けてやってもまたこんな目に遭うかもしれない。仕方ねえことだ。そんな、でもほっとけないよ。おじさん。何か食べ物。この子死んじゃうよ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。Oh!
いたっすね。おお。これからどうする？お疲れ様でしょ。Oh!